茨城市立養成中学校は大阪府茨城市駅前4丁目にある公立中学校通称は幼中茨城市の中心部に位置し市で最初に設置された中学校明治時代高等科単独の高等小学校として創立した三島郡の14の村による 学校組合で設置された高等科単独の小学校、養成高等小学校の敷地を転用し、太平洋戦争後の1947年、茨城町外八家村組合立、養成中学校として設置された。しかし、連合国軍最高司令官僧司令部軍政部が1948年、大阪府立茨城高等学校の校舎を、 水田市及び富田町の新生中学校校舎として転用し、茨城高校を大阪府立春日が高等学校に同居させる方針を決定した。この方針を受けて、新生中学校に移行して教育を受けることになる旧生茨城中学校2.3年生が養成中学校に転入している。一方で、茨城高校関係者は事実上の廃校指令と受け止めて、 廃校反対運動を起こした。新中軍は当初は廃校反対運動を相手にしなかったが、高校関係者や地元住民の意向を無視できないと判断して方針転換し、茨城高校の校舎転用方針は撤回し、茨城高校、春日ガ級高校にそれぞれ新生中学校を付設して6年生の実験学校とする案を急遽出した。このため、 養生中学校は、両校の不設中学校として吸収されることになり、1949年に、養生東中学校と養生西中学校に分離した。しかし、実験学校案は、思いつきとまで言われるようなものだったため、わずか1年で廃止され、1年後には、元の養生中学校へと戻っている。1950年には、真下町立中学校、 1951年には、茨城市立西中学校。1952年には、茨城市立東中学校をそれぞれ分離している。1957年には、当時校区だった三宅村が、茨城市に編入したことに伴い学校組合を解消し、茨城市立となっている。しかし旧三宅村の一部地区は、 茨城市へのの編入直後1957 10年月に三島町に編入合併した地域については、三島町からの委託を受け、引き続き、養成中学校へと通学していた。旧三宅村の内三島町になった地域は、1960年に三島町立三島中学校が開校したことに、伴って三島中学校の校区へと変更している。 さらに1967年には、茨城市立南中学校、1974年には、茨城市立北中学校をそれぞれ分離している。ありがとうございます。